皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回は TikTok で伸びる動画を作るにはというテーマでお話していきたいと思います。僕がですね、今ちょうど、TikTok をやりだしてからだいたい 1年から1年半ぐらい経ったんですけれども、最近ですね、フォロワーが1日だいたい1800人から2400人ぐらい、増え続けているんですけれども、そこで結構気づいたことがあったのでお話していきたいなと思ってます。で、今回はですね、 TikTok に興味がある人とかですね、これから始めてみようと思ってる方や、実際に上げてるけども動画がバズらないとか伸びないみたいな方に向けて、僕がですね、具体的にやってきた方法をお話ししていきたいと思います。結論から言うと、自分の、好きなジャンルとか発信したいジャンルで、伸びている動画を探します。で、それを探して、まずは最初は真似をして、発信するというところが一番初めのステップになります。そこから、真似るっていうところだけじゃなくてですね、参考にして、自分なりのアレンジをしたらいいと思うんですけれども、初めはそのまま真似をして投稿しても別にいいと僕は思ってます。で、具体的にじゃあ僕がどういう風に参考にしてきたかというとです。まずはすごいシンプルに分かりやすい動画ですね。なんか見てて、おーみたいな感じになる動画と、あとは、いいね数が一応10万以上ついてるような動画。大体、おーってなるやつは10万くらいついてるんですけど、10万くらいついてる動画と、あとは、中国版の TikTok をダウンロードしてて、Doing?で、中国版の TikTok のダウンロード方法は、概要欄かなんかに貼っときますんで、ダウンロードしていただければと思うんですけど、これ結構すごくて、これが中国版ですね。僕の場合はこの映像とか、カメラのチュートリアルとか、すげえ、やばい。で、これいいね、押すんですけど、なんかこう見ていきながら、こういうチュートリアルですね。中国版の TikTok Doing はすごくて、自分の好みに合った動画を、レコメンドしてくるんですけど、おすすめしてくるんですけど、もうその精度がすごすぎて、僕だからカメラとか映像系のやつしか出てこないような感じだったんですよ。これも iPhone の撮り方って言って、チュートリアル系ですよね。で、これを結構参考にしてるんで、だいたいこれを見ながら、こういうのがいいなと思ったら、それを参考にして、で、僕なりにアレンジをして、作ってるような形です。で、だいたい中国で流行ったのが、何ヶ月後に日本で流行ったりしたりとか、こちら中国版の方だとライブ配信だったり EC 機能だったりそういうのがついてるんで、その機能がですね、何ヶ月後とか、日本のTikTok にも多分実装されるようになるので、その辺の話とかもですね、今後していければなと思ってます。この動画をきっかけにね、何かこう世の中に発信したいとか、純粋にそのバズらせたいみたいなところもあると思うんですけど、そういう人たちがこの動画をきっかけに何かこうアクションを起こしてもらえれば、非常にこの動画を撮った甲斐があるかなと思います。はい、以上になります。今回はですね、TikTok で伸びる動画を作るにはというところでお話しさせていただきました。次回はですね、伸びる動画を作るときに気をつけるポイントですね、についてお話していこうかなと思います。僕もですね、1年ぐらいかかってようやく気づいたことを踏まえてですね、お話しできればなと思っています。今回は以上になります。ありがとうございました。